大抜きアミは日本の歌手である。東京都町田市生まれ、神奈川県横浜市緑区育ち。血液型は A 型。身長155センチメートル。本名は小橋アミ。北米ではジェーンとも、ポップデュオパフィーのメンバー。夫はロックバンドグレーのボーカルテル。当初はソロデビューの予定でベルベットクラッシュなどのプロデュースの下。 音源も制作されていたが、吉村由美とパフィーを結成し、1996年にシングルアジアの純真でデビュー。予想外の成功を収めたため、吉村もソロ音源を制作、合わせて大抜き編み、吉村由美名義でアルバムソロスロとして発表したが、以降はパフィーとして現在まで音楽活動を行っている。その他の活動としては、雑誌へのエッセイ連載、 ロドニー・アラン・グリーンブラッドの絵本の翻訳、ドラマ、CM 出演等がある。パフィーとしての立ち位置は向かって、右。趣味は、暗いこと全般と公言し、編み物や刺繍、裁縫をしているところが、ブログに挙げられている。基本的に器用であり、何でもそつなくこなす。また、パフィーの絵担当として、ツアーグッズではその腕前を見せている。雑貨収集が趣味。また、 うさぎが好きで多くの雑貨を持っていたり、実際に飼っていたことがある。名前は、チョビンであった。現在は、カメマルという名のギリシャリクガメを飼っている。人生のほとんどを漫画から学んだというほど、漫画好きであり、これまで様々な吹き替えや、漫画の帯、刊末コメント、本人出演などを果たす。ミーハーなところがあり、デビュー当時より振り付けを担当している、南さすがに、 アミちゃんは流行に乗ってパパイヤ、鈴木やカバちゃん、マジマ刺激などの振り付けに目移りしていたが、それをユミちゃんが食い止めていたと暴露された。左足にウサギのタトゥーを入れている。女優の菅野美穂とは20年来の親友である。幼い頃は杉良太郎の大ファンで毎週演山の金さんを楽しみにしており、主題歌の隙間風の歌詞を少しずつ聞き取り、 書き記していた。小学校の4年間を韓国で過ごしたため、当時の日本の流行を知らず、ビートルズやデビットボーイなどの洋楽を好んで聴いていた。また、韓国での冬の体育の授業がスケートであったため、テレビ番組においてスケートやインラインスケートの得意なところを披露している。高校に入学して自動二輪免許を取得、父親とよく海岸に、 ツーリングに行っていた。高校2年時に遊びでロックバンドを結成、ボーカルを担当。成績優秀であったため推薦で進学が決まったらしい。漫画好きを示すエピソードとして、深夜まで湘南樹内組を読んでいて寝ようと立ち上がった際、足が痺れていたので感覚がなく足の甲で立ってしまい、人体を切ってしまった。ツアー中であったため、直後の公演で、 ダンスができず非常に反省した胸をテレビ番組で語っている。また長年、こち亀好きを公言しており、中でも中川慶一のファンである。そのことがきっかけで作品に登場し、中川慶一と作品内でデートを行った。釣りが好きで、ツアーの空き時間でもメンバーと釣りに出かける。竿を振りすぎて、検証園になったほど、4級小型船舶操縦士を保有。また、 休日には、子供とよく釣り堀に行くと、笑っていいともで語った。女優、菅野美穂と仲が良く、お互いのエピソードを、しばしば番組で語ることがある。横山健と仲が良く、お互いの作品に参加、楽曲提供を行っている。ブログより、2010年劇版アセス旗揚げ公演にて発言。月一より、横山のソロファーストアルバム、ザ。 コスト・オブ・マイ・フリーダムにてコーラス参加。パフィーのスプラージにて楽曲提供。ありがとうございます。